いますよ。三つワンっていう構造。外へ出しとるんだね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあ行くよ、せーの、ドン。グランドジオ、金ピカのライドウォッチです。表面にジオの顔があるね。分厚いよ。ものすごい分厚いね。じゃあボタン押すよ。ここの白いボタン、横にリューズがついとるとかもないんやね。押せるボタンはここだけです。じゃあ一回押すよ。ピノキア、せーの、開くとこんな感じです。横には平成ライダーが全員乗ってます。シールもキラキラやね。じゃあ押すよ。王の誕生まではテレビであった音声だね。一番最初のナレーションやね、曲が流れる前のね、うん、音声はまだまだ入っとるよ。3回目、俺は最高最善の魔法になる。もう一回いくよ、ジェイス、ボーズ。5回目、なんかいける気がする。6回目、よし。7回目はない。グランドジオに戻る。6個音声が入ってるよね。けどちょうどいいよね。変身、グランドジオってちょうどいい音声。このライドウォッチには変身が短くできるモードもあります。それにはここを長押しします。いくぞ、変身。この音が鳴ったら短縮モードなんよね、音声が。それで、うん、多分ね、その上のボタンを押してももう同じ音声しかならんけ。ちょっとやって。ね、何回押してももう一個長押ししたら元に戻る。じゃあいくよ。俺は絶対に負けない、変身。かっこいいよね。それするとその音声になったらまたさっきみたいに1から6までの音声が流れる。じゃあ変身音声いこうや。時空ドライバー、トト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 トこれまた待機音声なんやろ、これが全部のライト。す
すごくないこの大気音声。うん、めっちゃ面白い。やばいやろこの音声。カン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 。すごい。カン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 。カンカンカンとかカンとかしか言わないやん。すごいね音声。うん。クーガ、アギト、リュウキ。フォレスト、ブレイド、ブレイドー。そう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 、そんな感じやったね。キッカモン。大気音声もかっこよくなかったなんか。全ライダーのさ。変身する前の音、ドライブとか言うと思うんだよ、だってドライブとはつって言う。もう一回変身音声聞いてみようや。素晴らしい。わおいい音声やね、これ。なんとなんとない。これってさ、銀河の惑星、惑星ぐらいの速くじゃない？水金地火木？うん。ドッテン書いたやつ？そう。あれよりももっと速くじゃない？これかっこええな。最後岩へっていうもんね。あの声もええな。また新しい時代が始まるね。じゃあ、行ってみるよ。ひささざ？うん。20ってここで言ったね。え、じゃあもう平成ライダーは終わるよ。平成ライダーは終わりよ。だってもう令和になったっけね。令和ライダー何なんやろうね。令和ライダーの楽しみ、父ちゃんは。令和ライダーね、一応情報はね、出とったよ。まあ、また今度見せてあげよう。はい、というわけで今回は紹介しました。かっこいいね。音声はすごいかっこよかったね。比べたらこんなんよ。全然太さ違うよ。待って、測る。じゃあ最後長さだけ測ろうや。この前言ったやつやね。これプラスちょっとずれと、ちょっとずれとちょっと思ったよりも短かったってこと。え、けど、いい感じやろ？計算の仕方。グランドジオウは次の本編で出てきます。まだゲットしてないライドウォッチもあったよね。次なんか電王が
次の授業がすごく楽しみです。それでは次の動画もまた見てね。バイバーイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバーイ。イエー。